この時間になるとなんか老人も多い多いた方老人ってダメなんかわかんないですいいだろ老い人みたいな俺が老人だったら老人って言われてもいい自分がおっさんって言われるのとかってどう思ってんですか普通に世間じゃまだまだ若いよなと思いながら、まあ、確かに36ですよまだちょっと結婚とかはあれかもちょっとガチで悩んだ方がいいかもしれないですけどでも、まあ、世間的には若いですねなんで結婚悩んだ方がいいんだよ田中さん結婚すんのかな別にしたくないでしょぶっちゃけまあ別に願望があるかと言われるとないね、うん、何なの結婚願望ってって思う人がいるかどうかというか、まあ、自分のしたいタイミングとしたい人がいて、はい、あっちのタイミングも合う瞬間があるかどうかっていう。ですね。かもしれないですね。すごい分解されましたよ皆さん、うん、結婚願望を願望とか言ってるやつはもう気をつけるからねダメだああいいっすねそんぐらいがいいっす家庭の幸せみたいなとこあるじゃないですか安さんも言ったじゃないですか俺結婚生活を否定してるわけじゃないかすいませんその前段階のところ結婚願望とかいうやつが、はい、ちょっと分かんないですねってギャルやってるわギャルやってるサファリさんのギャラリーですそんなのもやってんだね、はい、楽しそうな仕事だね柳さんじゃないですかこれバタフライスツールですよねああこれ有名ですよね、うん、沖縄タコさんそういえばお皿とかも結構好きなんじゃないですかそうなんですよ、はい、でも沖縄系多いね沖縄に来たあそうなんだ、まあ、民芸の世界でもとりあえず沖縄に行けっていうのがありますから僕も結構好きですわ、はい、山田義力さんあ、義力さんわかりますありますあ、本当だ少し素敵なんですよこれ大吾さんのあれ大皿あ、そうそうそうですよね上見ますこれガチですか違う気がするなあ、でもそうか53とか結構安い感じちゃうんだけどな大吾さん持ってるやつ俺は違う、また違いましたっけうんシザーチェアってやつなんでカメラで伝わるからめちゃめちゃ味ありませんこの辺っていうのは、はい、インドのシャンディーガルっていう場所街自体のなんかこう街を作るみたいな、はい、計画の中で作られた椅子とかそのへえだからいろんなものが学校の椅子とかさこれ北欧ですねこの作家さんは有名ですね作家さんというかこれ地の人が座れば痛くないよみたいなもう可愛い本当だなんか漫画ちょっとこれ言ったら失礼かもしれないですけど下手馬みたいなそうだね名古屋さんが落書きで描いたみたいな坂井役ん的な絵じゃないどっちかというとシンパシー感じたのはそれですかねでしょはいこれ横しか描けませんみたいなやばいねこれどうですかビズビームさんとかやっぱこれ真似して作ってんですかねまさにそうビズビームさんは芭蕉布を使ってまたスペシャルなお洋服を作られてますね、こういう布が布だけでもうはいこれはあれですか本当に戦前の芭蕉布なんですけど本当に貴重な生地ですごいですねこれ何の素材なんですかもうバナナみたいなでっかい木から、その木を育てるのに3年から4年かかってでその木から出る繊維を一つ一つこう紡いでいくんですけどうん莫大な年数というかその一人のまあ、作家さんが一つの多分物を作るのに5年とかかけて作ってきて、芭蕉布は別格じゃないですかこれすごいね8万円お安くしかなりお安くしますまあなかなか買っていかないですよねそうですねもう本当に好きな方とはこう飾れるスペースがあるところじゃないともっとちゃんとこれ着る人いますまあ、いないんじゃないですか。まあ、サイズ的にはやっぱり当時の本当に農作業されてるようなちっちゃいおばあちゃんとか女性とかが結構小さいんですよね、ほとんど。昔は普通に使ってたもんね。そうですね、本当に戦前からもその、まあ、琉球王朝時代は。本当になんか涼しそうなあれですよね、うんまあ、沖縄だったら。これもそうなんですよ。かっこいいこれ。一枚一枚。これも、やっぱりもう、多分当時の民家で使われてたもん。高いんじゃん。これ全然じゃん。意外とこれもだいぶ安くやってますねそうですちょっとリーズナブルですこれはもともと屏風だったんですかおそらく、まあ、芭蕉布を作っている作家さんの家というか、うん、その関係の人が余ったこう歯切れで作ったんだと思うんですよね自分で当時の人ここも戦前だとこれかっこよくないこれがやっぱりちょっと民芸というか、うん、狙ってない美しさですよね何に使うかって言ったら、ね、難しいですよ下に置くと前の人これが下手なんでああやっぱりちっちゃい家じゃないですか沖縄の家って平屋の、うん、
でもうこれぐらいのサイズで座って仕切りにするぐらいぐらいでしょうね。多分本当に珍しいと思いますね。これはちょっとなんか惹かれるな。すごい。でも金具とかじゃなくてこの布だけなんだ。そうです、布で留めちゃってるんで。へえ。もう置いてればもうちゃんと閉じて置いときたいの。変なし一枚の絵みたいな感じでこう。ああ。4つで1つの絵みたいな。面白いよこれは。ちょっと使い道分かんないけど、はい、そうですね。ちょっとあの着替える仕切りにしても見えちゃうし向こう割と透けてる、はい、でそれがちょっとエロっすね。そうですね、うん、エロい、すぐエロにつなげる、うん、あの沖縄のこう風というかあの、うん、うわ当時なるほど。これあれ生配信の背景するやつですかグリーンバックつけてる人みたいな。芭蕉布っていうの自体初めて聞いたけどあ、でも結構でかないですか。うん、全然下半身着替えるのだと、はい、できるできるできる。かわいいわ、うん、じゃあお願いします。これから生配信のバックはこういう感じになるなると思う。あ、いいんじゃないですか。いい、だいぶ和ですけど結構和になる。芭蕉布ゲット、はい。なんかこのチャンネル俺がなんかいろいろ買いまくるチャンネルになってきてない。爆買いチャンネルじゃん、ただの。え、それギマさんですか。あ、そうです。さすがです。これギマさんのナイキのダンクかなんか作ったやつ持ってますね。うわっすげーっす。ここでギマさんつなぐ。これで30万です。僕8万円で安っ。さすがっすね。あの赤いダンクみたいな見る目あったんですね。じゃあなんか気になったんだよな。でも知り合いにここでこれ買ってきてって言ったんですけど、その人が値段見てこんなの8万買うのみたいに言われて、あっダメですね作れそうで使えないんですよね考えられてるんですよね。そうですよね。えこれあの元々の段ボールの色とか柄を使ってるんですよ。ちゃんとそのおっぱいの 丸いところもちゃんと丸く。そう、なるほど。実家に眠ってるわ。あ、いいものを持ってるのを配信してるから僕らも、はい、本当にいいものっていう方でうちやってるんですよ。やっぱ本当にいいもの、はいはい、うん、作られたトレンドじゃなくて、うん、でもだからそういう本物の人に本物と生きてるみたいなのでやってて、はいはい、結構すごい方たちとかからなんか贔屓してもらってたりとかするので、僕のチャンネルはまだあのサッカーファンが多いから僕がこういうのを紹介してもなかなかね分かんない人。でもまた一つの夢みたいな感じになると頑張ってくれると思うんですよね、うん、そのうち分かるだろうっていうぐらいの感覚でやってるんですけど、それで今日芭蕉布の屏風を買いました。屏風買ったことあります？ないよ。屏風ないでしょ。もちろんまさか僕もやらないで屏風両部買う J リーガーメディア初公開じゃないですか、これは。そうかもしれない、はい、結構初公開多いですよね、大吾さんJ リーガーとしての、まあ、でも一番気になっちゃいました。そうですね、っていう感じですよね。いやでももう間違いないはい。独自で行った方が絶対いいと思いますね。本物見抜けると思うんで、いいすごい、この短時間でどんな映像いやすごいなと思って。へぇー、感覚で選んでギマさんがでかかったですか。いやちょっとわーみたいな。足を振るでかいですけど、本当にセンスあるんですね。どうですかね。嬉しい。嬉しい。そんなこと言われたら嬉しいわ。嬉しい嬉しい。出会いがあった。よかった。いや本当ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ教えてください。また。いやいいんじゃないですか。いいですね。はい。ホクホク。もう褒められちゃった。褒めが。あんな褒められちゃう。確信しましたよ。うん。あ、本当にセンスいいんだなって。だと思って。よかった。ギマさん頑張ってくれて。その流行が自分たちが知った時って多分もう遅いじゃない。はいはいはい。でも何もないところから見つけるのは無理だからね、多分。はいはい、でもそこにさ、やっぱ8万円使うかって言われたら、ダンボールで作ったスニーカーなんて、はい、8万だよ、だって。あとうちにのあの、あれは味噌スープ。味噌スープ、うん、そうですよね。味噌スープをあれ買うぐらいだったら本当の味噌スープ飲みたいですからマジで。味噌スープあれ30万だったら、はい、30万円分の味噌スープの味噌スープを欲しいです。あーノーマルのじゃん。やっぱその辺じゃない多分かな。サファリどうでした。いやもうホクホクですから今。ホクホクです。サファリ気になって気に入ってもサファリ好きになっちゃった。サファリ好きになっちゃった。高円寺も好きになっちゃった。はい、街気に入ってほしかったら褒めましょう。